こんにちは、みやこです。このチャンネルへようこそ。この動画ではラスベガス旅行の様子をシリーズでお届けしています。ラスベガスで4泊、カナブで4泊、 Day 1から Day 9までありますので、概要欄からお好きな動画を探してご覧ください。このシリーズは旅行記というだけではなく、旅行ガイドにもなるように作っていますので、これから旅行される方のお役に立てれば嬉しいです。それではどうぞご覧ください。タイトルにもあるように、今日は朝倉未来さんと甲斐さんが2ヶ月前に歩いた場所を訪ねてみたいと思います。朝倉兄弟は日本で有名な総合格闘技の選手で、将来のUFC スターです。 YouTube でも大変成功していらっしゃいます。私は自分が YouTube を始めてから朝倉兄弟について知って、まだ1年ぐらいですが、すっかりお二人のファンになって、動画はもちろん MMA の試合も応援するようになりました。そんなお二人が5月にラスベガスへ来て滞在中の動画を出してくださったので、その2ヶ月後に行くことが決まっていた私は、お二人の歩いたところへ行ってみようと楽しみにしていたわけです。概要欄にはお二人の出した動画も載せてありますので、合わせてご覧ください。
朝倉未来さんは何日か後に歴史に残る大きな試合を控えているのでドキドキしていますが、何事にも恐れずに立ち向かっていく勇気をいつも見せてくれるお二人をこれからも応援しています。いつかアメリカの首都ワシントン DC 周辺へおいでの時にご案内したいというのが私の夢です。この番組ではアメリカ在住30年以上になる私が住むフレデリックでの生活や活動の様子を紹介しています。これまでの動画ではフレデリックの街の様子、訪れたレストランやマーケット、飼い猫や家の周りの様子、お気に入りのレシピなどをアップしています。またピアノとヨガを教えていることからピアノ曲の動画やヨガ、健康に関する動画も出しています。今後はこれらに加えて私の趣味やお気に入りの映画や本、音楽などについてもお届けしていく予定です。お楽しみに。今日も最後までご視聴くださりありがとうございました。今日の動画が面白かった、または少しでもお役に立てたら高評価ボタンを押していただけると励みになりますので、よろしくお願いします。チャンネル登録もしていただけるととても嬉しいです。ご感想、ご質問などもどうぞお気軽にコメント欄へお寄せください。お待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。みやこでした。